よいしょ。じゃあ、タクシーさんみたいなタイプの、解説を、行うね。まあ、ああいう男性っていうのは、まあ、何歳になってもおるねん、実は。まあ、地主に多い。まあ、いかに甘やかされてきたかっていうのがわかる。で、地主じゃなくても、職人とかでもね、その、何代も何代も職人だったら、やっぱ地主化してるわけだから、地主なんやから。ね、大戦争代でどっかから土地借りてるってちょっとありえないね、実は。まあ、二代、三代が限度でしょ。土地借りているの、土地借りてもないの。四代目は無理だ。絶対無理。まあ、普通は一代でしょ。みんな二代も借りてたら無心でだ。で、商売してるのね。だから、職人の家系ずっと続けてるってことは、まあ、その自分の衣装も自分の温度だから、まあ、まあ、人種の一種ね、それはね。農家って自分が、仕事で使ってるところは自分の土地ですよ。工作事務所に建てる。ね、工作って感じが違うけど、そこに行くと工作事務所ってことかされたらね。工作って、田んぼの田んぼじゃ農業の工作と工業の工作。ね。だからその商売に専念するためにはもう絶対ね、商店街の店舗だろうね。自分の持ち家の方がそれは楽やったら、家賃払わんといけない。家賃が一番大変ね。実は。ね、だから、なんとか稼いで土地買ったら、もう商売結構簡単、楽やね、簡単やから楽やね。家賃が大変。家賃を稼ぐために給料もらう中の実は、そういうシステムで基本的にはな、持ち家なんやったら別に、給料もらわんでもええ場合ってある。それはその持ち家で商売やってる場合、その商売がちゃんと回ってる場合ね、その時はもう、従業員せんで済むね。そういうスタイルやね。私たち新規のスタイル。ただ、その、貧乏で人に、借りてる場合、まあ、特にその、住むとかの、要するに家賃を払わなんか身分の時は、絶対従業員に捨てなあかんねんから。基本な。その時だけ、まあ、従業員しましょうっていう、そういう生き物やね。そういう人間やね。そういう制度やね。私たち人間は。ずっとね、江戸時代とかもそうだね、大阪商人とかもそういう話やねん、そういうためのシステムやねんで、ね、でもそれは健全やねんね、そのシステム、ね、一生永遠にどっかの従業員とか、それ不健全やねん、なんでそんなことになったんやね、ただの商売の武士じゃないの、武士やったらわかるけど、まだな、裏切りとか許されん時代、もう自分の職人だけ使えて必死で使えるって武士のノリはなぜか商業に乱入してきてるの。変やな。そんなんじゃ商業うまくいかへんの。ほんま。武士のノリじゃ、宮遣いの武士のノリじゃ、商売うまくいかへんで。負けるで。それは、その工場でも、要するに職人でも、そうやで。まだ職人はずっとそこにいて、まあ、要するに仕事場をね、誰かが確保してくれた方が、それは助かるね。でも、ホワイトカラーは一生その会社でずっとおるっていう意味がない。ご本人にもないし、会社にもそんな意味はないねんで。そんな奴隷なん、奴隷っていうか、社畜って言われてるのは、そのコスト考えてみる。社畜なんか置くコストってめっちゃ苦しいの、実は会社って。だから社畜っていうのは、その、従業員がのさばってる姿でもあるのよ。社畜という用語はね。そのことみんな気がついてるかな。まあ、それ置いといて、パクみたいな人生の仕事せい、仕事せいとかね。言ってたけど、じゃあ、ご本人どんな仕事を書いてましたか?書いたらね。どんな仕事について言及してたか?言ったら、その、吉本興業だけやねん。あとはうちのね、占いの話。ちょっとだけ言うよ。何の仕事してる人って、普通思うやん。うちに仕事をしろって何回も言ってくるわに、ご本人の仕事書いてへんし。ああ、リタイアした人なのかなって。でもちゃんと仕事できた人はね、仕事してきた人はね、人に仕事しろ、仕事しろって言わへん。まあ主婦は言うけどね、仕事しろ、仕事しろって子供にね。でも主婦っぽくもないやろ。な。主婦やったらうちの料理投稿の方にめっちゃ興味持つはずやもん、大事。そういう勉強したかったらね。主婦業の中身言いたかったらね。そうやねんで。そんな無視して、その、主婦業について何か言っても、何か不自然で奇妙やねん。
なんか知識を多分振りかざしてるんでしょうね。っていうことやねんで、実は。どうもそんな気がするとか、そんなレベルなんちゃうねんで。うちらみたいにな、ちゃんと仕事してきた人間、そしてちゃんと家事してきた人間、まあ、今はしてるけど、な、ほとんどせんでようになってるの昔よりも。今の、不思議なもんでね。なんだかまた教えてあげるけどね。で、その、まあまあ、いろんな事情はあるんだけど、ね、まあ、ジュリアは、めっちゃ掃除してくれるの。料理をちゃんとやるから。でも、ジュリアにも料理した方がいいよって言ってんの。そうやったらちょっとバランス崩れるでって言ってんの。すると、うちが昔めっちゃ掃除した理由っていうのはな、もう掃除云々の理由ちゃうねん。気ぃつくよ。でも、虫。大阪ではな、虫の問題。住居と虫の関係。これ大変やってな、こっち見て、その住居と虫の関係が解決しねん。うわー、やっぱ土地って、土地の違いってか、そのこっちは乾燥品やろ。まあ、だんだん虫増えてきてるとは言えな。大阪の虫の被害ってもう悲惨よね。だからもうひっきりなしに掃除やし、体の、もう、なんていうか、もろもろもろって虫が出てくるの。それぐらい住み疲れてしまうのよな。大阪に行く人気ぃつけ、あ、大阪に移住しようと思ってる人はな、ほんま、大変な寄生虫だけだともう大変やと思う。まあ、そらな、こんなんす、こんぐらいにしとこうか。怖くなったやろ。で、さて、それな、就職講義きっとその、まあ、就職行って断られてんやろな、就職面接行って。っていうのが普通の会社。実は知ってんのよ、うち。幹部として雇ってくれって。いきなり吉本企業にしてたのがおばちゃんを言うて、手よく断られてる。その恨みがあったから、うちにいろいろ打ってきてる。そういうタイプね。あ、そういうタイプの男性だと、最初から分かってたけど、こうやって説明したら、非常にすっきりくるでしょ。あ、なるほど、そういうタイプやったら分かるなんて、大人やったらな。子供やったら、え、そんなタイプになっちゃうの、僕ちゃんって思うかもしれない。そう、今の君ら、そっくりやね。今の君らみたいなのまま、大人になったら、あんなになっちゃうの。パクトラカイみたいになっちゃうの。な。だってそれはね、地主のまま就職もせんと、ずっと地主だけやってるんでしょ。地主は仕事で使われたら、まあ、大家っていう仕事やな。それも仕事なんですよ、大家っていうのね。だけど、就職してへんから、社会経験積んでんしてへん。って言うのは簡単やろ。でも、じゃあどうなっちゃうんですかっていうのは、実は、怖いぞ。社会でしっかり仕事の経験をしてない。まあ人間関係もいろんなケース経験してんの。で、うちは人間関係それでも十分じゃないと思ったから、ストリートに出たよ。うちは人間関係をそこで意図的に鍛えて。な。それはもう置いといて、それは結構難しいぞ、その道はな。な。儲かりませんしな、全然。三本しな。まあ冬でもやらなかった。え、やってへんやん。うちはやっとって。だからめっちゃ尊敬されとったよ。うわぁ、こんな時もやっとんのか。雪降ってるよ、なんか。指動くんかいな。え、歌ってる間だけ動きました。はぁーって。そんな世界。なんや、それで。グランダースの犬みたいな。うん。もうその覚悟でやっとって。めっちゃ尊敬されたで。な。で、まあ、それで、いろいろ体もな、もう心も、心は壊れてるけど、脳が壊れてる。やりすぎて。やりなさい。で、その治りかけの頃からまた始めてんの。で、また朝日の中とか、ヒューッとくらかやってんの。冬連。そういうの冬連が大事じゃないって。駅前で練習するんだったら、駅前で作曲するんだとか言われたときも。それが言われた。てか、声出てへんのに歌うなって、加山理香に言われたら、おいいよって。夢の歌に行く途中やろ。でも、喉潰しとってんの。じゃあ、混んでええやんと思うやろけどな。家でお母さんと喧嘩してん。ほんだら、かやめいかになんか、ダメ出し食らったで。もう、お母さんが喧嘩してできたら、なんとこうと思って。だって、お母さんみたいだと思って、その、喋り方とか、考え方が。ここでもまた喧嘩してしまうなと思って。はい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 、ってことなしだって。大地、声も出てへんかったんだって、事実やで。もう、だってもう、声潰しとったもん、前の日まで。歌いすぎて。でも、お母さんと喧嘩したから、だから、喧嘩したら、もう、パーって出てくるのか、出てくるのにさ、で、ギター持って、もう今日声出るからしゃあないなと思って、ギターのチェンタラチェンタラ言いながら、気紛らしとって、いきなり。駅の入り口正面で、コンコースを見て、バッと出てくる。
分析もあるな。で、ロコットって岡山のこと。どうなのこの人。ちょっと頭おかしいのかな。思ったよ、岡山理科のことをな。後で知った精神科行って。トートベ。大丈夫かこれ。あいつのトートベって。さすがに両方がそういう風にされたらな。印象としてはな。まあ、それはその辺にしといて、結局、学生時代に言われた悪口。あいつはでもね、ゴンゴンって言うとね、就職してしっかり働いたり、本当に過酷な仕事をしてない人っていうのはな、大人になってもな、だから学生から地主になっただけの人っていうのはな、学生時代に言われた悪口とか、学生時代にされた一日は、いつまでもゴンゴンって、いつまでも相撲を通すか、いつまでもまぶたの悪さ、消えへんねん。それ消すのはな、激しい仕事しかないね。厳しい労働しかないね。参考になったよ、若い子ら。な。うちはひたむきに仕事したら全然儲からんかった。厳しい労働、仕事しか、厳しい労働したら。あんな仕事の仕方できる人おらんで。会社に勤めてる人で。自営業あり得るな。自営業って楽なんですよ。でも流行ってない時は。でも、仕事ばっかかって、もうやめなかった、もうやめなかった。ああ、10年以上続けてきたけど、もうやめなかった。ああ、ちょっと。今10年そんな経験ある。そんなメンタルないもん、10年。だから10年だった。ね？で、あんま、